工場で超フェスの倒し方、フラノスケ編。メダルをつけましょう。火力最大モリモリ。リーグに行きましょう。スキルにはフランキーアイアンボクシング。フラノスケといえばこのスキル。本作に元のキャラも持っていけます。スキルには自身回復機能付き、攻撃が当たるたびに体力回復。最大で21回復するので、大体6割回復します。そして KO した時火力が上がる。強いっすねー。そして一番やばいのが、発動中に食らった攻撃のダメージを、倍にして相手に返します。スマーシュー。攻撃が当たると、スキルと回避の分離タイムを追加、簡単に言うとサンドバッグになります。通常攻撃も火力が高くて楽しい。発動中は HP 1で耐えます。最悪発動させれば KO を免れる。スキル1はロケットランチャー、最大10ヒットのエントリー攻撃。どれかに当たれば超威力が出ます。シールド持ちでも、貫通して素体に攻撃できるのは強い。とりあえずぶっ放してストレス発散しましょう。チャンネル登録よろしく。